ハーブのある暮らし、マリコです。今日はネロリをご紹介したいと思います。最後までぜひご覧ください。ネロリなんですけど、私も大好きで、もう大好きな香り。この木なんですけど、これはあのみかん科のあのダイダイですね。ダイダイの木から取れるお花がネロリ、葉っぱと茎から取れるのがプチグレン、ダイダイの果皮から取れるのがビターオレンジっていう、それぞれ精油取れます。これはね、結構珍しい。どれもね、お花だけとか結構葉っぱだけとか取る植物多いんですけど、これはもう花、茎、あと実も使える。だから果皮取った後は、果実はちょっとやっぱり結構癖があって酸味が強いのと、あれなんでバクバク食べるものではなくて、ドレッシングにしたりとかポン酢にしたりして使ったりします。本当にこれの素晴らしいところは、抗うつ作用って言って、あの抗うつ作用とか鎮静作用ですね、あとはあの不眠症とかですね、イライラ不安をほぐしてくれる作用があります。なので本当植物の中でもトップクラス の、 あのリラックス作用を持ってますネロリ。あとはお肌にいいのは、お肌の細胞の修復をしてくれるのと、皮膚再生してくれます。なので結構化粧品とか香り付けされてると思いますネロリ。今度からね、20本ハーブ農園の方で育てます。それくらい好き、もう一番好きじゃないかなこの香りは。知らない方はね、ぜひ嗅いでみてください。本当にいい香りだし、リラックスできる香りです。ネロリはちょっと分かんない人もいるから、じゃあネロリっていう精油は、ビターオレンジの木から取れるのがネロリ。レモンとかね、柑橘系のこういう木にお花咲くのね。でもうすごく似てるの、もうそっくりお花は。だけど、精油のネロリっていうのは、このビターオレンジのお花から取れる精油がネロリです。